SK82V ボンゴ、まあ、今回ねスタビのねブッシュ変えていきます。でこちょっと裏側ね半分ねちょっとねバリバリになってるんですがね、今ね無料のねなんか点検行ったらねこのラックブーツが破けてるっていうのと、でリアのねリーフのねブッシュひび割れ注意されたんですがね、これはね車検通るか通れへんかねちょっとギリギリです。でもう一つねダメなところがねこのブーツですね、ここね破けてます。これねブーツがね新しいのでね最近ねその1年以内ぐらいね変えてると思います。これね多分入れる時にねここねじれてるのでねこうサイズの合わないねボックスかなんかでねたたいたんだろうとね想像してます。わかるかなこうねじれてるのね、よっしゃ、ここはね不正整備します。とりあえずねスタビのねブッシュね交換します。部品ね大野の外品のブッシュね出てます。これはね多分安いと思います。で上にこう下にこうついてるのでね全部変えます。でまずね工具ね上12で下ナットね12です。で上と下のねこの皿のね向きね覚えておいてください。こっち側ねちゃんとね入ってます。空回りするのでね上ね12上を押さえて下を回します。でまずねナットを外したらね上下が外れます。向きね覚えておいてください。押してね抜くだけです。よいしょ、こんな感じでね抜けます。とりあえずね反対側も行きます。でねこっち側ねダブルナットになってます。多分ねダブルナットかねかしめてる頭のねかしめてるこう回りにくいナットどっちかになってるはずなんですがね、左側はね片側しかついてなかったです。でさっきねちょっと言うの忘れてましたがね、スタビやるときはねタイヤが左右ね同じ状況、まあ、片側ずつ上げないっていうね、これでねスタビがね動く状態、よいしょ、まあ、効いてない状態にして、よいしょ、まあ、こんな感じでね上げてください。これ抜けるんかな、ちょっと当たりそうですね。まずね今落ちましたらね下についてるブッシュ、で次ね上についてるブッシュとねお皿抜きます。まあこういう感じでねサンドされてます。でこのね締め切らないようにねちゃんとね筒がついてます。でね上側のねこのお皿とブッシュです。でこいつを抜くとね上に抜けるんですがね、あ抜けましたね、こんな感じで、でこいつもね抜きます。ちょっと反対ねちょっと撮影しにくいので外したところからいきます。こいつがね割れてたんとこいつがねこっちがなかったんとね、とりあえずね
ワイヤーブラシとかでね、ちょっと清掃したところから行きます。で、まあ部首はこんな感じですね。じゃあね、組み付けていきます。この内側にね、ゴムが入るのでね、こんな感じでね、入れます。外した逆手順でね、入れていきます。あ、さっきね、ちょっとナット説明しておきます。反対につれた薄いね、ナット、分厚いナット、このセットになってます。で、こういう感じでね、締まるようになってます。まあ、左右ね、ちょっとこの車ね、バラバラです。で、ゴムのブッシュをね、入れます。で、ワッシャーをね、入れます。で、筒もね、一緒に入れた方がいいです。これでね、グッとね、押します。で、またね、お皿入れます。で、ブッシュ入れます。こういう感じでね、きっちりね、奥までね、入れてください。これをね、左右します。反対側ね、したところからいきます。反対側もね、同じようにね、組みました。で、ここでね、注意なのがね、これね、ロアームが多分ね、左右共通なのでね、どっちにも入るようになってるんですがね、入ってたんが手前なのでね、手前に入れます。で、こんな感じでね、ボルトをね、出してくるんですがね、スタビライザーはね、同時に動くのでね、よいしょ、同時にね、入れてください。で、ロアームにボルトを入れたらね、ゴムのね、ブッシュ入れます。結構ね、押さえなダメなのでね、ちょっとね、なんか考えます。で、こんな感じでね、ジャッキ入れたんですがね、この ABS のね、配線とで、後ろっ側ブレーキホース、これね、ちょうどかわしてください。うまいことね、変わるようになってます。で、アッパーアームにね、かけて回していきます。ちょっとね、先が出たところからいきます。まあ、こんな感じでね、出ました。こんな感じでね、締めます。うまいことね、ジャッキの溝にね、ボルトの頭がね、入ってるので押さえてくれてます。もうね、ジャッキね、緩んできました。ちょっと外します。ここでね、ネジのね、終わりきます。締め込まないようにね。で、ダブルナットいきます。で、ここね、注意点がね、このワッシャーがね、内に入ってるのでね、超薄いね、スパナで、メガネ、これで OK です。思いっきりね、締めないようにしてください。で、本来はね、この普通のナットにこの薄いね、ナットでロックです。とりあえずね、こんな感じでね、普通はね、締めます。よし、まあ、完成ね、こんな感じです。ちょっとね、ブッシュがグッとね、押された状態になってます。こう、聞いてない場合はね、ブッシュ間違いだと思います。これで OK です。次にね、補正整備やっていきます。よいしょ。いつもね、ゼリー状のボンドをね、塗るんですが、こいつはね、
ブーツが新しいのでね、さっとねパーツクリーナーで清掃して塗っていきます。ちょっと清掃したところからいきます。いつものこれはね液体パッキンですね。液体ガスケットの黒です。いろんなねコーキングとかねボンドとかね黒で出ます。でこれはねボールジョイントがねロアームに固定されてるのでねナックルしか動かないのでね下はねたっぷり乗ってもね支障ないです。なるべくねこの破けてるところとかね穴開いてるところにね入れ込むようにしてねつけます。で中に入れ込んでからね周りにねベタッと塗ります。まあこんな感じでねいけると思います。あとはちょっと乾いてからね黒拭いてね完成です。今回ねボンゴのねスタビのねブッシュプラス不正整備ですね。でまあこの動画を見てね分かったと思うんですがねあんまりねこう悪くもないのに変えまくるとねこういうねミスが起きたりね他が潰れたりねする可能性があるのでね、まあ、最低限の、まあ、整備の方がね車は長持ちするのではねないかと思います。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。